僕は浜脇の体を目指す筋トレ大学生。今回は1年以上ぶりにこの自重トレの神業腕だけ伏せに挑戦していきたいと思います。皆さんご存知、僕は肩を怪我してから1年ほど自重トレーニングから離れていました。そこから少しずつプランシェの練習を再開し、フルプランシェがかなり戻ってきたので、今回の技に挑戦しようと思いました。この技は前提としてフルプランシェが静止することが必要で、その状態のままプッシュアップするのでとても難しいです。ということで、まずはアップの方から行っていきたいと思います。はい、タックワンレッグと徐々に体を鳴らしていったので、いよいよ挑戦です。いきます。緊張するよ。やべえ。フォームはまだまだなんですが、だいぶ力が戻ってきました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。